ヘイ、こんにちは。はい、こんにちは。はい、サブちゃんの勢いがすごいですね。すごいですね。はい、今、1万100人いけますんで。急に伸びましたね。はい、来てますんで、はい、2万人目指してるんで、はい、登録よろしくお願いいたします。はい。と、はい、いうことで、はい、まあ、サブちゃんの動画にはなるんですけども、はい、見ました？見ました。見ました？見てます。あの、先導さん。はい、見ました。ニノさん。ニノさん、はい。あの、ニノさんっていうですね、はい、嵐の二宮さんが、はい。出演されてる、はい。地上波のテレビがあるんですけども。出ましたね。そこに、先導さんが。まさかの。びっくりしましたよ。いや、すごかったっすね。はい。先導さんが、あと、菊池風磨さん。はい。朝日奈央さんですか。はい。すごい、私、朝ですね、10時半からだったんですね、あれは。で、はい、今ですね、10時半ではなく、ゴールデンタイムにお引越ししたという非常にこう面白いテレビがあるんですけども、はい、すごいですね。ゴールデンに行くってことは相当人気があるってことですから、そこに先祖さん、我らが先祖さんが、いや、すごいですね、出演されてまして、あ、しかも格闘家としてではなく足つぼの先生として、はい、出られてまして、なんか尊敬しますね。いやすごいです。やっぱり世界で戦ってたファイターは違いますね。違います、本当に。テレビに出ても全然物落ちせず、いや本当すごいです、ね、淡々とこう、まあ、自分の仕事というか、はい、あの芸人の人面白かったです。吉村さんですね。吉村さん、はい、すげえ面白い。腰の折ったみたいな感じいや、すごいなと思って。すごいっすね。もともと先祖さん、そうですね、あの、おぎチャンネルでももちろん動画出てますけども、はい、まあ、ちょっと怪我をされて、ね、はい、っていうことですね、はい。練習でちょっと頭を打ってしまってっていう感じですね、うん、はい。で、格闘技がなかなか練習ができない中、うん、その足つぼと出会い、で、足つぼを、まあ、自分でやっていく中で、どん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 調子が良くなっていった。で、これは、うん、まあ、世に広めたいっていうところで、はい、まあ、まあ、始められたっていうところだと思うんですけども、いや、すごいですね。はい、足つぼは世界を変える。すごいな。それが、店の名前ですよ。名前がそれです。そうですよね、はい。はい。ちょっとずつ変わってきてるんじゃないですか、世界が。です。もしかすれば。変わってますよね。変わってきてると思います。はい。いろんな、もちろん格闘家の方も行ってますし。行ってますね。朝倉海選手とか、行ってますよね。行ってますね。はい。庄司選手とかも。ですよね。そうだよ。はい。写真ではなんかコラボしてるみたいな。ああ、写真じゃなくてステッカーですか、はい、言ってました、ね。はい。でもあったりとか。あと、インスタとか見るとね、いろんな本当に、芸能人の方も行ってますよね、うん、確かに。行ってますね、モデルの方とか。外苑、新宿御苑か。うん。のすぐ近くなんですよね。場所もね、非常にいい場所ですよね。非常にいい場所です。はい。まあ、予約制ですよね、確か。完全予約制。ね、はい。いきなりポンと行って受けれるわけじゃないみたいなんですけど、うん、ぜひ行ってほしいですね。ぜひ行ってほしいですし、まあ、私もちょっとやりたいなと思ってますね。そうですね。やってもらった方がいいかもしれないです。ちょっと最近。はい。そうですね。少し最近調子悪そうなんです。そうですね。ちょっと顔が。むくんでますかね。すごい、はい、疲れてる感じ。その足の裏ちょっと。やっててどこが悪いか見ていただきたいですね。そうです、ね、最初になんかあのオケで足を温めてもらえるんですよ、うんうんうん、それがすっごい気持ちよくて、うん、それだけでも全身がポカポカしてくる感じがありますね。ああ、いいですね。行きたいな。またそのファンの方と触れ合えるのが楽しいって言ってましたよね、佐藤さん。あ、そうなんですね、うん、いろんな方が来てくださるので、はい、まあ、そういう意味でも交流ができて楽しいみたいなことをおっしゃってました、ね。その足つぼは世界を変えるに通ってる方たちがスーパーライジン3僕の応援シートで、うん、結構十何人来てくれましたね。チケット買ってくれて、うん、本当ありがたいですね。あ、そうなんですか。はい、なるほど。そうですね。やっぱ先祖さんの人柄だと思います。確かに。あの人は本当にすごいです、うん、格闘技の時からすごかったですけど、うん、本当一人で黙々と練習してる人でしたけど、うん、この足つぼの職業に、やり始めてからもう研究しまくって、もうここ見確かにとんでもないタコできてましたから。すあんななるんですね。すごいっすよ、やっぱあの人、うん、やっぱね、
闘技で成功する人は何でも成功するんだなと思いました、ね、確かに見てて、はい、確かにそうですね。いや本当すごい、いや本当に素晴らしい、ぜひ行ってほしいなと思います、はい、また概要欄等にですね、はい、まあ先祖さんが望んでるかどうかわかんないんですけども、まあ、話していただいてですね、はい、はい、そうですね、はい、ということでまた、はい、先祖さんにドッキリ仕掛けてみた動画もあります、ね、先祖さん何でしたっけ、まあ、万蔵さん、万蔵さんって言ったら切れるか、あ、はい、どのぐらいで切れるかでしたっけ、そうですね、万蔵さんと百蔵さんって言ったんですけど全然切れなかったです、はい、はい、すごい優しいんで、はい、あの動画もめちゃくちゃ面白いんで、はい、見てほしいな、あのドッキリも、はい、あれも絶対そうですね、見てほしいですね、そうですね、はい、と、はい、いうところで、つながりですか、はい、はい、サブちゃんもそうですね、はい、あの1日3投稿ぐらいですか、はい、勢い乗ってますんで、ね、やっております、はい、サブちゃんもとあのチャンネル登録していただければなと思います、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ本日はけそらしました、